皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのシャアです、えー。今回の動画のテーマはこちらについて紹介していきたいと思います。えー、YG サーブ感覚練習法について紹介していきたいと思います。えー、この YG サーブ、まあ、やっぱりもう流行っていうか出てきて、えー、もうだいぶ月日が経つんですけれども、やっぱりなかなかできない人ってはどうしてもまだまだいっぱいいるのかなと思います。 私もそんなに得意じゃないというかあんまりこう自由自在に出せるっていうレベルではないですけれどもやっぱりえまあこのワールドラバーマーケットに来てまあいろんなこう技術にチャレンジすることでまあちょっと気づく点があったので YG サーブを出すまあ切れた YG サーブを出すためにえの感覚練習法っていうのをちょっとここで紹介したいなと思います。えー、手順としては まあかなり簡単です卓球台のに対して正面に立ってでこの YG サーブの形ですね YG サーブの形のスイングで、えー、ボールの底を取って、まあ、卓球台の上でこういうふうに戻すっていうような形のことをやってみてください。 その普通のサーブというか順形のサーブ、順横とかこういうふうに、こういった形のスイングでは切れたサーブを出せる人がえまあ多くいたり、こういった遊びでこういううにボールを戻すことって多分簡単にできる方が多いと思うんですけれども、YG サーブになったら途端に切れないというのは、この形のスイングでやっぱり切る感覚をまだ持ってないということですね。そういう私も やっぱり最近 YG サーブに対してこう切る感覚っていうのはかなり生まれてきました。っていうのはやっぱりこういうふうに内巻きの状態からボールをこうこすってボールを戻す感覚が出てきたということです。これがやっぱり昔は全然できずこうやって当てて当ててしまうような形になってたのでぜひこの切れた YG を出したい方はこの YG の形で もうボールを炊き台の上で戻すといった遊びをちょっとチャレンジしてみてください。